ドジャースの山本由伸投手26が22日日本時間23日、本拠でのロッキーズ戦に先発。3回4失点で降板も土壇場で大谷翔平投手が同点ソロを放ち、黒星を消すと、ムーキーベッツ内野手がサヨナラ本塁打で続き、劇的なサヨナラ勝利を飾った。大谷は1点ビハインドの9回裏先頭で5打席目を迎えると、4球目のスプリッターを捉えてバックスクリーン右へ同点弾をぶち込んだ。さらに次打者ベッツが2者連続となるサヨナラ弾を放ち、この日の大谷は5打数4安打、1本塁打、1打点、打率、3割1分、本塁打53、打点123、盗塁55。あの6の6から今日まで、17打数13安打っておかしすぎだろ。神ってるどころじゃない。大谷、ベッツすごい、今日の勝ちは大きい。素直にヤバい。バリバリメジャーリーガーのトップオブトップだし、言葉にならない。さあパドレスと直接対決楽しみだね。大谷、ベッツの連続ホームランでサヨナラ勝ち。マジですごすぎる。やばい、漫画を見てるよう信じられない。ドラマチックすぎた。こうなったらいいなが起きてしまう。ドラマチックすぎました。劇的すぎて信じられない。やばいよこの子。どんだけすごいんだよで投手っていう。毎回ホームランとか盗塁のニュースを見るたびに根源のそれを忘れる。今日も朝から活力をありがとう。今日は盗塁3つ伸ばしたかって思ってたらホームランまだ伸ばすとかもうすごすぎてすごすぎて。